始まりました。今日のテーマはですね、インターバルも入る前に水年エラテンへということ。これも仮の台でございまして、またこの下に出る台はちょっと違ってくるかもしれませんが、一応仮にこれにさせていただきます。未来予測 YouTuber の岡本明宏と申します。本日もよろしくお願いします。本日は11月20日10時40分でございます。私ちょっとインターバルに帰るって話はもう何回もやっておりますが、この後もインターバルのちょっとまあご案内になってしまうとは思うんですが、一応その前にエラテンビジネスについてということでお話しさせていただきたいと思います。ビジネスの方は立花さんに恐れおののいて架空正規の動画を出して、まあ、柴田さんに評価されたがもう遅いですね。本当にもっと立花さんと対談したあたりでなんとか区切って勝負の仕方を変えればよかったんですが、こうなることは分かってたわけですね。僕も何個か町へ少ない中にもやっぱりこれ違法性あるよって話をしてたんですが、彼はまあ僕も少ない人数のところは評価どうでもいいと思ってたのかどうか知らないんですが、まあいよいよ法律違反ということでありますし、広告表示法違反もありますんでね、両方で広告表示の場合になった場合には要件はかなり楽になりますんで、そうなるともう水にゃんは罪ということになりますね。はい。だからもうこの辺はね、もうまあ認めないならまあね、今までの女性を貫いて敗訴になっていくということで、まあ広告表示に反する可能性もあるんで、ほぼ敗訴の道でしょう。日本の司法がちゃんとね、やっていればね。はい。で、認めるということは今までの過ちを認めて、最後一旦まあ、まあこの2点ですね。これから以降立花さんに触れないということ、今までのことは全て謝るということで、これをですね、その辺の条件を含めてですね、まあですね、もうこれはもう今後私はもう一切もうこういうことはやりませんからというようなことを書いたものをですね、内容証明と動画両方で出して立花さんに謝るべきですね。もうそういう段階に来てますね。彼弁護士を選んでやっててもいいんだけど、ちょっと勝ち目ないなぁというのは僕の正直の見方です。ちょっと言い訳もちょっとできん状態で、私だったらとてもとても怖くてそんなことできませんから、平謝りするしかなかったないと思うんですね。とにかく動画回数を稼ごうという、もうこの20代30代のね、社会的経験も薄い YouTuber のいかにやりそうなね、もう本当に手っ取り早く加入しようと思ったことがですね、大きな付け回しになったなぁと思うわけです。それに対して何か唱えるべきだったと思うんですけどね。はい。エラテンさんの方は少額裁判に抜けるような話をしてましたと。やってもまあ負けでしょうと。それでうまく流されて異議申し立てで、まあその後また、公開裁判の方に行くということでね。あんまこれ公開裁判ですね。はい。申し立てで、まあ、そのまま通常審理となる。だからもう通常審理になったら反訴できますからね、いろいろな形の。そこで立花さんにうまく回られて、もうボコボコになってしまうことも考えられると思います。それで、結局まあそういう点では訴訟の流し方のうまい立花さんの方が上ということであると思います。かね、立花さんなんかこう負けた裁判言わないとかぐじぐじ言ってますが、ところで検証会の話どうなったんでしょうね。私ちょっと動画見たんですけど、彼出てないような感じがするんですけど、勝ったんでしょうか、負けたんでしょうか。
はっきりしてもらいたいものですね。負けた負けた理由ちゃんと動画に流すべきだと思います。彼もやっぱり宗教に戻るべきですよ。基本はそっちも面白いし、あの形式的なものでもやっぱりな、流していくべきじゃないかなと、メインに据えてねやるべきじゃないかなと思います。結局弁護士 YouTuber さんはどうしたんでしょうまあその辺も含めて、これからもちょっとエラテンさんも厳しいなというところに追われたと思います。では本当に以上でございます。 NHK をぶっ壊